立憲民主党吉川沙織国会で民主主義を否定してしまう。本日立憲民主党の吉川沙織さんが国会にて次のような発言をしてしまいました。安倍政権は民主主義イコール多数決という短絡的な論法で数の力で強権的に進めてきた。自由な討論と少数意見が不可欠であり国会に求められている最も重要な役割のはずだ。 今一度民主主義の意味を問い直せとなっておりまして、日本はですね、議院内閣制の間接民主主義を採用しておりますので、選挙で選ばれた政党が国民の代表として政府を運営しております。こういった立憲民主党などの野党は国民に選ばれなかった存在でございます。 こういった立憲民主党などの野党が言う自由な少数意見というのは実際問題としてはデマのことなんじゃないでしょうか。この緊急事態においても桜を見る会や検察庁法改正案、守病法改正案などに対してデマを流して妨害するばかりであり、妨害だけして国会で審議もせず、通り当略で法案への賛成反対を 決めていいいるという事実がございますそういった中でも与党は国民に支持されていない少数派の野党に対して大量の質疑時間を与えて自由な少数意見を出す機会を提供しておりますがそもそも立憲民主党は8割の法案に賛成していると宣伝しているはずでございますけども 数の暴力だというのであれば、なぜ8割の法案に賛成しているんでしょうか。こういった野党が行っていることは民主主義への攻撃であり、彼らは民主主義の脅威になってしまっております。こういったおかしな野党の存在、民主主義のコストとしてある程度は許容しなければいけないとは思いますけども、立憲民主党が べったりの共産党については、共産主義については、直ちに非合法化して禁止するべきでしょう。こういった共産主義を非合法化している国は、およそ40カ国あり、何らかの規制を実施している国を入れたら、さらに増えます。これまで共産主義のせいで、世界で1億人規模で、粛清、 虐殺が発生したという事実がございますので、立憲民主党には、民主主義同行というのであれば、まずは民主主義の敵である共産主義の共産党との関係を直ちに完全に断ち切っていただき、国会に共産主義を非合法化する法案を提出していただくように、お願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。